新着に、次のレス、前回のあらすじ。特に何が進んだわけでもなかった。強いて言えば山彦の敵を、手に入れただけ。次のレス、おじゃは UKANCHANG。無理はダメよ。ああ、はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、予感です。ドラゴンクエスト2、悪霊の神々の、6回目かな。始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、前回、まあ、2時間半ぐらいやったのかな。やったんですけど、特に何が進んだというわけでもなく、同じところをうろうろしてただけでしたね。海が光っただの、光ってないだの。グダグダやってました。はい。ちょっと風邪ひいちゃいましてね。ちょっと間が空いてしまったんですけど。まあ、だいぶ、まだ治りきってないけど、だいぶ良くなったんで、続きをやりたいと思います。よろしくお願いします。なんかドラクエ2、急に難易度が高くなって、なんかクリアできるか心配になってきたぞ、俺。はい。では行きましょうか。ほい。大丈夫かな？じゃあ行きましょうか。とりあえず山彦の笛を手に入れたから、至る所で吹きまくるっていう感じかな。そういうお達しがあったんで。はい、21。ああ、これ最初の城に戻ってきたんか。でもう大概の扉開けたんで、あとは本当に山彦だりでいいかな。なんか、祠とかさ、洞窟も見て回れとか言われたような気がするんだけど。だよなぁ。順番に行くか。あ、トラマネ、トヘロスか。トヘロスやるの忘れてる。ヘロスがすぐ切れちゃうんだよね。もうちょっと長い時間効果があるといい。じゃあ福引き剣ってあったっけ。福引き剣、あ、使っちゃったか。山彦、ない、はい、ここない。ここは？ない。あるかな？
ない。エッサ、エッサ、ホラッサ、ホラッサ。ヘロスも地味に MP が減ってくんだよな。あるかな。ない。ほこらも吹かないといけないっていうのがめんどくせえよな。ってどうなってんだ。ああ、光の剣にしたんか。そうかそうか。で、ルーン、なんだったっけ。次。ムーンペダーか、次。ムーンペダーのところは、取ったんだよな、もう。水の紋章だったっけ。なんか言われて気づいたわ。一応吹いてみるか。するか。それからそれから。右の方って何かあったっけな。じゃあいいね。右の方は確かなかったな。あの洞窟とかラーの鏡があっただけで、ね、ムーンブルクが次だったっけ。
はい。ほら、ほっこら。ない。こっちに渡って、あ、こっちに渡っちゃうとさ、あれやん。マントがないとさ、向こう渡れねえんじゃね？マジか。そうじゃん。まあ、いざとなったら船で来るか。来ないよな。あ、どう見てもオアシスだけどさ。なんやな。どう見てもオアシス。オアシス運動。魔除けの鈴とか持ってるけど意味あんのかしらこれ。ないなあ。あ、誰かいる。旅の人知ってますか？はい。まだ何も話してないのに。まあいいか。知りません。ここはドラゴンの角の角と呼ばれる有名な双子の塔ですよ。なんでも昔は向こう岸の塔と吊り橋で結ばれていたとか。しかし今はこのありさま、どうやったら向こう岸まで行けるんでしょうね。知るか。マントだよマント。ないよな。とりあえずルーラするか。ルーラして、ルーラして、で塔の北側行って、まあ、せっかくだからここのここら辺を調べておくか。ないな。どこら辺だ？できたか。おい。ないぞ。強い。どれから行こう。
あ、弱かった。弱かった。え、これ2階とか関係あるのかな？なんか、この前ここにさ、なんだろう、とかなんか落ちてたよね。さすがに、雨露の糸？さすがに同じとこに落ちてないか。考えすぎか？ちょっと待てよ。占いじいさんにさ、探し物は西の方だって言われてんだよね。これ一番西のとこじゃない？これ。はいはい、ないです、ないです。はい、何もありませんでした。ちょっと待って、地図を調べよう。これ一番西やんね。一番西の塔、南の塔ももうちょっと調べてみよう。こう帰ってこいや。帰ってこねえ。新着1、次のレス、炎の洞窟を目指すのじゃ。炎の洞窟がどこにあるかわかんないんやな。残念ながらな。あと、なんだったっけ、旗織りの町も見つかってないんやな。炎の洞窟でどこやねんって感じ。なんか船手に入れてからずっと手詰まりでさ、コンボいらん。手に入れてからというか、だな、牢屋の鍵手に入れてからだな。それまではサクサク言ってたんだよ。はいはい、ありませんでした。おお、もっとないかな、西の方に。あ、こんなとこになんかある。新着1、次のレス、おじゃずびずびようかんちゃんなんです。はい、いらっしゃいませ。うん、ちょっと風邪ひいちゃってね。
まあ、だいぶ治ったけど、まだ本調子じゃないんですよ。ないなぁ。ここじゃねぇ。帰ってこないなぁ。でも地図的にはかなり西だぞこれ。とりあえず町戻るか。あとどこじゃ？どこじゃ？山床の下に聞いてみるか。うん、ここの下じゃん。この下じゃない。上っていうか下行くか下、まあ、下行くか。あ、疑惑の光判定、疑惑の光判定。えらい目にあったかな。痛い。ててて。帰ってこねえ。
姉ちゃんどいて。お姉ちゃんどいて。お姉ちゃんどいて。マジ邪魔だな、これ。看板の下くぐれるようにするとかさ、なんとかしないと。なんでこんな作りにしたし。いや、なんでも炎の祠と呼ばれる場所に太陽の紋章があるという話です。炎の祠というのですから、きっと炎が真っ赤に燃えているのでしょうな。火山の中か？火山かな？どうかな？ここ？ここやん。くっそ邪魔。そうじゃま。もうちょい上かな。新着1、次のレス、看板の下くぐれるようにしたら別絵が必要でしょ。まあそうだけどさ、別絵用意しろや。別絵を用意しろや。よし、いらないか、ここの敵強いから。ああ、バシリスク強いんだよな。かな。くっか。くっけど弱いな。新着1。次のレス、洋館と舞妓はどういう関係なんです？なんだろうかな。犬と主人かな。犬と主人。舞妓、でも舞妓な、アーサーより強い気がする。サマリより強いぞ。だってさ、HP さ、あのサマルより舞妓の方が多いんだもん。レベル低いのに。サマルどうなってんだよ。年下の女に体力で負けてるってどういうことよ。同人かなんかでさ、あのチャッピーのやつのチャッピーのやつが好きなんだよね。
絵本意味からだもんな。あ、サムレベル上がった。ここら辺に祠らなかったっけ？えい。おい。次のレス、ハセオとチャッピーとゲレゲレ。そうそうそう、それそれそれ。ハセオとチャッピーとゲレゲレ。チャッピーが腐った死体食べてお腹壊して死んじゃう話とかさあ、面白いよね。なんかチーズみたいな味がするとか言って腐った死体食べちゃうんだよね。ここか。おや、おや、やまびこ、こや。うん、来ない。来ないわ。マジか。どこ行きゃいいんだこれ。西側だいたい来たけど、これ。この上か？上かか？新着1、次のレス、隣のトロルでググれ。隣のトロルか。なんかお前にもお似合いのトロルがきっと見つかるよとか言って、ボンキュッポンじゃなくてギャンギャンボインだっけあるかな。そうね。この上？ここの上ってなんかあったっけな。あんま覚えて記憶にないんだよな。ここの上、ちょっと探してみっか。うぜ。あ、早くしよかった。なんもない。くそ。あ、腐った死体だ。チーズ味の。チーズ味来ちゃった。あ、寝てる。
この中に何かあるか。うまく入り込めれば何かあるかも。いや特にないな。一応調べてみるけど、いや特になかったわ。降りてみるか。何もないぞ。あー、サマレだ。サマレ。いやーちょっとマヌーサかけるか。サマレ痛いからな、当たると。で、アリの剣にも捧げるか。これでどうだ。よし、いい感じだ。特に何もないぞ。間違われ。こんなとこに。おいおいおい。発見したわ。ブラッドハンド。ブラッドハンドやばくね。ちょっと待って、やっと見つけた。マヌーサやめて。やっと進む。ここは何の街よ。
新着1、次のレス、YOUKANCHANG は新しい町を発見した。やったぜ。やっとだぜ。会えるぜ。ちゃんとした町でありますように。やったー。一応とりあえず吹いとくか。うん。テパの裏へようこそいらっしゃった。やった、テパの裏だ。私は旅の兵士。何でもこの村には羽衣作りの名人、ドン・モハメ殿がいると聞いたのだが、かなり気難しくて、気に入った道具と材料がないと仕事を引き受けないらしいぞ。持ってるんやな、これが。2の教会ってあんまり用ないね。商人仲間の噂では満月の塔に月のかけらという不思議な石があるそうですよ。満月の塔、月のかけら、はあ、でも一体その石にはどんな力が秘められているんでしょうね。うーん、気になる。なんか売ってるかな。はやぶさ、はやぶさ、あー、はやぶさどうなの。弱、一見弱いけど、一見弱いけど、でも2回攻撃とかできるのかな、もしかして。うーん、どうかな。魔法力の盾、力の盾って、はやぶさんちょっと興味あるな。買えないけど。ダメの人、どうか聞いてください。ラゴスという小僧トロがこの村から大切な水門の鍵を奪っていったのです。あの鍵がなくなれば二度と水門を開くことができないでしょう。お願いです、ラゴスを捕まえてください。ラゴス、聞いたことあるぞ。この村の南に満月の塔と呼ばれるものが立っています。昔はそこへ船で行けたと聞きますわ。あー、それで水門の鍵か。ラゴス、どこにいるんじゃ。ぬぬぬぬぬ、ラゴスのやつめ、私の足がもう少し速ければおめえおめえ逃がしはしなかったもの。やでや、はい、ここセーブできないかな。セーブ、セーブ。水門を開けよ。さすれば乾ききった川にも流れが戻るであろうぞ。もうおじいちゃんったらこれしか言わないの。一体どうしちゃったのかしら。そうだよ、おぶや、魔除けの鈴ってみんな装備すればいいのかな。よくわかんない。ワンワンワン、なんかあるのかな、こっち。あ、ある。後だな。いや、先だな。あー、これか、水門の鍵。これか。ラーゴス、どこにいるんじゃ？私はジーナ。うちの、ヤドロックったら、どこ行ったのかしら。また、水門のところで飲んだくれてるのかしら。プンプン。とりあえず、減らしたい荷物を。おい、旗折り機、持ってきた。おう、若いの、道具を揃えてきたな。どうしても、このわしに仕事をさせたいらしい。よし。その箱物を折って死んぜよう。しかし時間がかかるぞ。よう改めて取りに来るがよい。すまぬ、まだできぬのじゃ。もうちょっと待ってくれ。道具は減ってる？減ってる。よし。ファーストコンタクトでも揃ってた。
水門のとこで飲んだくれてる。あとラゴス、ラゴス、あ、出ちゃった。結局ここセーブできるとこなかったな。あ、ある、塔がある。塔があるけど、あれか、まず炎のところか。炎の洞窟、一晩休んで掘りに行くか。できてるかな。おじじ、できてねー。ダメだ、できてねー。ラゴス、ラゴスでも探しに行くか。テーパの村ばっかりにくいとこやんな。またコンボかい。なんで山彦の笛も解決してないし、ラゴスどこ行った。あら、
次に、ここから行けるか。サマルが浮いてる。もうこっちは無理か。はーい。入っていくのか。え？あ、ホークマンか。ホークマンならまだセーフか。で、ここの、あそこの砂場に水が流れるというわけだな。ってことか。はい、わかった。はい、わかったけど、あとは炎の洞窟。炎の洞窟についてはまだわかった。この右上の方かな。まだ行ってない。
そういえば、やまびこ問題もまだ解決してなかったけど、どこ？新着1、次のレス、炎の祠よりも先に水門の鍵を探しに行った方が良いかも。水門の鍵か。ラゴス。ラゴスってどこにいたっけな。あの地下の街かな。地下の街にラゴスを閉じ込めたっつところがあったような気がすんだけど、ちょっと待って、で炎の祠はさ、多分水の羽衣がないと入れねえのかな。なんかそんな感じがするよね。羽衣に守られて入る的な感じが。ラダトームちょっと寄ってくわ。この前このおっさんに話しかけたんだけど、これ聞いてなかったかために聞かなかったよ。ちょっと邪魔。いいな。じゃあ地下の町行くか。目がない。
あ、世界中の歯あるね。かな。ラゴスという盗っ人を牢獄に入れておいた。しかしラゴスは逃げ出してしまったのだ。で、どこからどうやって。ブーム。ここにいたんだよね。で、どこ行ったとか誰か言ってないかな。ラゴス、どこどこ。いらないんだが、親の鍵2個目来ちゃった。ああもういいよ、親の鍵は。500ゴールド損したわ、はい、何個でも買えるんだな。いらないかな。
て、どいて。どいて、どいて、どいて。ラゴスの情報がないから。漁師町行くか。臭いなこいつら。あ、新着1、次のレス、YOUKANCHANG、ラゴスがどうやって牢屋から脱出したかちゃんと、調べた？ちょっと待って。今聞いた？今聞いた？来たー。ここの、どこかにあるぞ。ラゴスね、どこだったかな。確か最初のお城だったかな。最初のお城かサマルかどっちかにいた気がするんだが。あったわ。やってやまびこ見つけたわ。あれ、調べるでいいのかな。あれ、あ、こっちか。あ、来た来た来ましたよ。こんなさらっと見つけんなや。もうちょっと、とか鳴らせや。おいおい。あと二つ。おー、マジかよ。確かね、あれあれ。どっかのお城の牢獄に捕まってた気がするんだよね。どこか忘れたけど。また最初から回った方がいいのかな。しかし、意地悪な上だよな。
はい、ちょっと待って。もう笛いらね、笛捨ててもいい。最初から戻るか。ラゴスの手がかりを追って。ラグバ立ってきましたぞ。じゃあ占い CC がいなかったっけ、ここ。確かそこの左の祠は最初の町に戻るはずだから、最初の町戻るから最初からラゴスの情報聞くか。うい、来た。ラゴス、ラゴス。魔除けの鈴は魔物たちの呪文か。呪文から身を守りますか。眠らされたり呪文を封じ込まれたりすることが少なくなる。ああ、そうなんだ。全員装備しといてもいいのかな。でもルカナンとか多分ダメだろう。アヌーサとか。どこの坊やだったっけ。ラゴス。ロンダルキアに通じる洞窟に命の紋章。炎の紋章が炎の祠にあって、炎の洞窟か。で、命の紋章はロンダルキアにあるから、それまでは、あれか、たらい回しにされる感じか。ちょっと待って。ラゴスがどうやって牢屋から脱出したかちゃんと調べた？
なんか僕はとんでもない勘違いをしているのでは？え、どうやってってことは、あの地下の町に、から出た、どうやってってことは、あそこを調べるのか、まだ調べ足りてないのか。ラゴスって他の町でも聞いたような気がするんだけど、まあいいや、もう一回調べるか、あの地下の町を。なんか思い違いをしてるような気がしてならない。あ、ホークマン、ガゴイル、ガゴイル。鈴も全員分買って、うわ、脱出したか、牢屋の鍵でしょ。こっちゃん、牢屋の鍵をどこに使ったん。これっしょ、この右か。あ、いる。なんか僕はとんでもない間違いしてたな。他の牢屋に閉じ込められてたのは別の人だったみたい。あは、見つかっちゃった。僕が噂のラゴスだよ。次もの鍵を返すから、もう許してね、ごめんね。だわ。マジか。ごめん、ごめん。なんか紋章見つかって浮かれてたわ、俺。魔除けのすす買おう。いたわ。いませんでした。あずき屋、あずき屋、もう山彦の笛いらねえ。サマル、カブト何もつけてないのか。水門の鍵のところ行って、あららららら、
まずは、あれか。あ、いいのかな。まずは、水の都行って、セーブして、で、水門開けて、で、塔行って、って感じか。いい感じに歯車が回ってきましたぞ。円環に取り率高いな。モハメ、水の羽衣もできてるかな。その剣って強いかな。どうやろう。じゃあテパのもらいかか。
スモーク。いけるか。あ、いけてない。あ、キアリーって戦闘中はできないんだ。行くぜ。まだ炎の洞窟がどこにあるか知らねえけど、とりあえず行けるとこ行こう。なんで食らってんだよ。なんで食らってんだよ。聞くかな。あ、聞く。あ、目つぶししたけど、なんで食らってるんです。あれ？なんか違うくね？違う。あー、めんどくさい。あー、間違えた。間違えたし。
あれ、手花もらってどっから入ったっけ？こっちから来たっけ？ああ。やべえ。だねえ。聞かねえ。痛いなあ。あ、危ない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 。サマルが死にかけたわ。危ねえ、首の皮一枚です。2万か、2万4000だっけ。唐から帰ってきたらちょうどぐらいかな。2万5000か。ドラゴンキラー売ってしまう。どうしよう。ちょ、あ、大丈夫。できたかな？
まだできてねドラゴンキラーが5000円以上で売れれば、ハヤブサの剣を試してもいいけど。6000、いけるな。じゃあやってみっか。はい、ハヤブサの剣、はい、どうなんだろう。なんかとんでもないことをしてしまったのかな。攻撃力だけなら弱くなってるけど、ちょっと使ってみないとわかんない。あー出ちゃったー。操作が雑になってる。出ないように。おい、これで水門の鍵を開ける。違う。おい、使う。羊羹は水門の鍵を鍵穴に差し込んだ。ザザ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 。どうよ、どうよ。おお、どうなった？お、通れるようになってるかな。よしよし、良きかな、良きかな。このまま行ける？いやー、ちょっと一回戻るか。セーブして、こっちやね、こっちやね。さあ、ドラクエ2ってフィールドとかさ、街の数はそんなに多くないんだけど、なんかいろいろやりくりして長く持たせてるよね。1回しか当たらん敵だったけど、もうちょっと強い敵と試したい。あ、2回攻撃、そういうこと。4646の90ぐらいか。再攻撃か。ほど。
かね。こうやったっけ。もうちょい見先だった気もしないで。あ、ここか。ここか。あ、ここだな。あ、強い強い。まあ、変わると。よっしゃ、行くぜ。満月の塔だっけ。よっしゃ。これはどっから入るんだ。あ、うわー、何これ気持ち悪い。悪魔の目玉。手近なところから取っていくか。グーレ。力の種。力は使おう。あ、吸い物鍵もういらねえよ。やめて。
し。不思議な木の実か。不思議な木の実は誰に渡そう。アイコに渡すか。お。MP か。水の鍵がいらないかな。あれ、何これ、ここは正解っぽいな。正解か。月満ちて欠け、潮満ちて引く、すべては定めじゃて。ここは満月の塔、さあその宝箱を開けるがよい。それも定めじゃて。月のかけら、やったー。なんかやてちゃった。あとは探索だな。何があんだろう。ああ、宝箱。祈りの指輪、また祈りか。よくあるな。だーこいで。あ、倒した。祈りの指輪、多くね？地獄の使い。怖そうだな。
どっちがどっちやったっけ？こっちか？違う。あ、はぐれだ。あー、はぐれメダルって2からいるのか。ちょっと待って。はぐれがいるってことは枯れるんじゃねこれ。ちょっと、ここら辺で、はぐれメダルを。1匹ぐらい借りたいな。壊したか。壊した。出て出て出て。あっぶねー。あ、レベル上がった。作れた。はぐれを1匹借りたい。1匹でいいわ。来ねえな。あれ、倒せてない。だだ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 だ。そんなに出るわけないか。強欲。いや出すんだよ。来なーい。ムーサーしとくか。
かね。ないなぁ、もう諦めるか。お、いい感じ。お、いい感じ。あ、寝てんじゃねえよ。守りの種は、
あ、なんもない。悲しい。入るか。羽衣もできてるかな。まだできてねえ。遅くね。帰るよ帰るよ。水門の鍵預け。というわけで、今日は結構進んだんで、進んだし、もう2時間ぐらいやったんで、ここら辺で終わりにしまーす。ちょ。今日は進んだぞ、結構。よかった、よかった。はい、というわけで、見てくださった方、レッスンしてくださった方、あと、アドバイスいただいた方、ありがとうございました。また近いうちに続きやると思うのでよろしくお願いします。では、いつものように一曲流して終わりにしますのでお疲れ様でした。失礼します。新着1、次のレス、オツは UKANCHANG。はい、どうもお疲れ様でした。では、失礼します。